大阪関西万博をめぐっては去年12月に台風や南海トラフ巨大地震などを想定した防災基本計画が立てられていて博覧会協会が詳細を検討しています協会幹部らによりますと開催期間中に災害が発生した場合帰宅困難者は最大で15万人に上り橋やトンネルを使って避難が完了するまでに最長で3日かかる想定が立てられているということです 被災者に提供する食事には各パビリオンの飲食エリアで提供される食品のほか60万食分を備蓄することを検討していて大阪府と市に備蓄の積み増しを求めているということです。計画の詳細は夏ごろにまとまとる見通しです。